こんにちは、料理研究家高橋芳郎です。今日はケチャップとコンソメをベースに作ったロールキャベツをご紹介します。今週はもう雪で大変でしたけれども、まだまだ寒いので煮物料理もおすすめです。早速作っていきましょう。どうぞ。まずキャベツの下ごしらえです。キャベツは半分にカットしているものだと包みづらいので、丸のまま購入して外側の葉を使います。キャベツの芯を包丁でくり抜くと剥がしやすいです。このように簡単に取れるので、約8枚分できるだけ綺麗に剥がしてください。大きさが違くても大丈夫です。そしてラップをかけて電子レンジで加熱します。しんなりとさせて粗熱を取りましょう。包みやすくするためにキャベツの芯の太い部分は包丁で削いでください。この削いだ部分も煮るときに使います。大きな鍋がある方は茹でていただいてももちろん大丈夫です。包む種を作ります。みじん切りにした人参と玉ねぎ、そして塩、胡椒、にんにくのすりおろし、片栗粉を加えてしっかりとこねます。セロリやキノコ類を入れても美味しいです。こねたら包みやすいように4等分の俵型に成形しておきます。包むときはキャベツを大小1枚ずつ、そしてロングベーコンを使います。適度に空気を抜いた種は最初に小さいキャベツで包みます。煮崩れしにくいように巻き終わりが下になるように包みましょう。はい。そして次に大きい葉で包みます。ここも巻き終わりが下になるように包みます。そして最後にベーコンも巻き終わりが下になるように包みまして、爪楊枝で留めるとこのようになります。残りも同様に包んでいきましょう。鍋に敷き詰めるときは空いたところに切ったキャベツを入れると煮崩れしにくいです。煮汁に使用する調味料はこちらで、あらかじめ混ぜ合わせておきます。ロールキャベツにおいては煮汁を入れる前に包んだものを鍋に詰めた方が作りやすいです。そして強火で一煮立ちさせます。蓋をして弱火で約15分煮ます。今回は直径18センチの鍋を使用しています。煮たものがこちらです。あとは器に盛り付けてパセリを振れば完成です。お好みで煮汁と一緒にマッシュルームやミックスビーンズなどを軽く煮ると彩りもよく仕上がります。英語のレシピも概要欄に記載してありますので、ぜひご覧ください。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。